あら、せつなさんお早いですね。あ、しおりこさん。しおりこさんにちょっと相談したいことがあるんです。どうされたんですか？そのもうすぐホワイトデーじゃないですか。それなのに私、皆さんに渡すお返しをまだ決められていなくて。せつなさんもなんですね。ということはしおりこさんも？はい、バレンタインデーに素敵なチョコレートをいただいたので、それに見合うものをと考えているのですが、なかなかこれというものが見つからないんです。私もです。何か気持ちがこもったお返しをしたいなと思っているのですが、決めかねていまして。皆さんとのつながりが感じられるものとかがいいなと思っているんです。つながりですか？はい。何かいいアイディアはないでしょうか？それなら皆さんに手作りのシュシュを送るというのはどうでしょうか？手作りシュシュですか？はい、手作りのものなら皆さんへの気持ちを込められるのではないかなと。手作りシュシュ、いいですね。ありがとうございます、しおりこさん。せつなさん、そのもしよかったら私も一緒に作ってもいいでしょうか？もちろんです。しおりこさんが一緒に作ってくれたらとっても心強いです。ありがとうございます。一緒に素敵なシュシュを作りましょうね。はい。ちょっと待った、ほのかさん。皆さんも楽しそうな話が聞こえてきたからつい。手作りのシュシュを送るってとっても素敵なアイディアずら。そんな面白そうな計画、二人だけでやるなんてずるい。アイさんたちも混ぜてよ。もちろん大歓迎です。ええ、作る人数が多ければそれだけ気持ちもこもると思います。ホワイトデーに向けて一緒に頑張りましょう。